さあ、それでは参りますよ。ご準備よろしいですか。いきますよ。激突忍者小忍びの掟、最終最後までどうぞごゆっくりとお楽しみください。まあこんな感じだ。わかった。わかりやすく。わかりやすく。皆さん、ちょっと気になります。マジでうざいと思うんですけど。ちょっと癖がすごいな。なんか言い方、癖がすごい。癖がすごい。皆さん、癖すごいな。なんかちょっとあんまり内容が入ってこない。もう私がやります。ここからが本題。実はな、狐の面をつけた忍者がお代官様のお宝を狙っている。それを阻止するのを皆に手伝っていただきたい。皆はその忍者を見つけたらすぐに俺たちに教えてくれ。あ、忍者だ忍者だ忍者だ忍者忍者忍者が来た。あ受け取る受け取る何で食べ口だ。あ、これ分かりました。いやいやいや、じゃ
くて分かりやすいんだけど、キツネが出てきたらどこに出てきたか言うてもらった方がええじゃん。口で、キツネはどこから出てくるでしょうか。斜め前、そんなとこからね、後ろから出てきます。あ、後ろ、はい、それ台本にも載ってました。ちゃんと台本読んでください。キツネは後ろから大体出てくるんで、ね、合図をしながら大きな声で後ろ後ろと我々に教えてください。一回練習しても、せーので後ろ後ろやで、いくよ、せーの、後ろ後ろ。子供は元気やな、子供は最高、大人がサボっとるな。うん、あかんかんかん、これみんなやってくれんとあかんよ。みんなでしょ、中止するよ。もう一回いくよ、せーの、後ろ後ろ。な、これで間違いないんでね、これで失礼を迎えましょう。じゃあ最後にもう一回ね、合図の確認をして、みんなで合図の確認をして本日はお別れにしましょう。ね、よく見ろ。お別れではありません。違うの、はい、違う、みんなでしょ、まだ来るんじゃなかった。いや、違う、まだまだ来るから、頼むよ。はい、行きますよ。じゃあ皆さん、後ろ後ろお願いしますよ、せーの、後ろ後ろ。見事じゃ。やはり我々を捉えた、これも奇跡。
腕を上げたか。いつだ。さすがの虫もこれにはかなわない。お待ちくださらないか。その気になればすぐにでも、それがしが仕込みです。リュウド、抜かない。お、いつだ。お前ほどの男は現場の奥をやめて、神の使いである狐になる代わりは我ままるとは、宝にでも目がくらんだのか。宝だと。何を言う。その男は現場一族と結託し、幕府転覆をもくろむ大悪党。戦の村を焼き払い、多くの命を奪ってきた。黙れ。たわけたことを申すな。いつだ。お前の目的は何だ。なぜこの村のために命を懸ける。リュウド、俺は一族を抜け、この村で多くのことを学んだ。愛、絆、そして命の尊さも。故に俺はこの村を、村人たちを。よけ。さて、リュウド、見たな、聞いたな。こやつの狙いはこのわしじゃ。お主は構わん。なんだって。おい、こら、たまたま散らかしてもときが調子に乗りやがった。死んでおるの。
玄馬一族が通るよ。玄馬一寄せ、我ら忍びの掟破りに生かしては返さ。ならばこの伊豆はこれより紳士の狐となる。玄馬一族と戦う所存にございます。お覚悟めされ。